崎チャンネル。じゃ、さあ、月曜日、総チェックのお時間です。もう、プロ野球、終盤。なのに、まだ、優勝が決まってない。いやー、最後までドキドキですね。まあ、これはね、最後。まあね、まだ、喋りたいと思いますけども。さあ、行きましょう。もうね、試合も飛び飛びで、ちょっと少ないんでね、あれですけども、しっかりチェックしていきましょう。さあ、10月22日、金曜日、ね。ヤクルト対広島は試合が中止になりましたね。雨でね。まあ、なかなかちょっとね、この日も寒かったしね、きつかったかなと。ね。プロ野球ニュースで大谷さんは、横浜もやってんのに、神宮やってないね、って言ってましてね。まあでも、神宮と横浜ね、ちょっと離れてるんでね、そんな時あります。千葉がやってないのに神宮、横浜やってたりね。逆に横浜神宮やってないのに千葉やってたりもね、する時、現役時代で、あれって思いながらね、あ、そうなんだ。でも結構離れてるしねっていうところもありますけどね。さあ、ということでね、22日1試合のみ、この日ね、プロ野球ニュースで見てましたけども、DeNA 対中日、ね、4対2で DeNA の勝利っていうね、ところになりましたけども、まあ、先発ローメロね、7回107球、9安打3三振、1デッドボールね、1失点と、非常に打たせて取るっていうね、まあ、ランナー出しましたけども、まあ、打たせて取るっていうね、小気味いいピッチングで、本来のね、自分のスタイル、ピッチングできたんじゃないでしょうかね。まあ、ここはね、来季に向けて契約っていうところでね、まあ、どうなのかっていうところですけどね。まあ、DeNA ね、この初回にね、いきなり先制したのが大きかったかなと。桑原がね、いきなり先頭打者、初球ね、ライトホームラン。で、柴田ツーベース続いて、佐野もね、センター前。で、牧も続いて、で、宮崎がね、ピッチャーゴロの間。このね、ピッチャーゴロの間に、佐野がね、3本間で挟まれてね、これ時間稼ぎしたところが、グッド、ナイス。あれでね、一塁走者、で、バッター走者もね、二、三塁になって、逆にね、ドラゴンズ、何回ランダムプレイやってんの?バッと。キャンプでも何回もやってたよ。しかも、佐野の走力だよ。って考えたら、あんなに何回もランダムプレイした。ね。で、6番、エクソモトがね、タイムリー。まあね、エクソモトも本当にね、代打で活躍してきましたけども、こうやってね、スタメンになってもしっかりね、打ち続けるっていうところでね、なんか、佐野の再来かっていうね、ところも見えますよね。で、森がね、犠牲フライと、一気にね、4点。ね、逆にね、中日のピッチャー先発勝野、6回83球、7安打6三振、無四球4失点と、まあね、この初回の4失点だけでね、まとめたんだけども、立ち上がりね、球高くて甘かったね。こうもったいない。もうちょっと立ち上がりね、集中していきたかったところでね、まあここはね、しっかり抑えられなかった。まあこれはね、来季に向けての課題かなと。ね。DeNA はね、後ろ、山崎伊勢、三島というところでね、ちょっとバタつき。もう山崎は肩開いて、頭振って、もう手だけでコントロールで、この、もうコントロールつかない。低め垂れる。ね。三島は肩開いて、手が外回りで、遠心力は使えるけども、ボールがこう出ていくっていうね。ちょっとまあ一年間見たら悪いフォームになってるのかな。でもね、伊勢が、ね、リリーフで出てきて、8回ね、ワンアウト満塁から、石垣阪神。で、石岡ね、キャッチャー裏打ち取って、グッと、ナイスリリーフ。で、中日はね、もう若手選手たくさん出てきます。1番高松、2番岡林、こうね、高松が5打数3安打、1盗塁っていうところで、非常に素晴らしい活躍。しかし、初回ね、インコーストレート、インコーストレート、見逃しで入って、ショートフライだったかな。で、もうちょっと積極的に行かなきゃね。でも2打席もね、初球から打ってっていうところがね、ヒットに繋がってるんで、そこら辺はね、良かったかなと。ね。で、まあ、岡林もね、最後ね、レフトへタイムリーヒット。タイムリーじゃないか。レフトへヒットっていうところでね。まあ、マルティネスがファーストキャッチャーやりながら、石岡ね、4打数1安打。ね。育成にもなって、いろいろ苦労した中でね、センター前ヒット。しかもね、めっちゃ粘りながらのセンター前。グッバッティング。非常に素晴らしかったかなと。で、根尾がね、4打数3安打2打点と。まあ、非常にね、若手の活躍っていうのは素晴らしかったけども、高松、岡林、ね、石垣、根尾っていうところもね、全体的に言えるのが、センターから反対方向。これ素晴らしいよ。素晴らしいんだけど、ちょっと当てに行くバッティング多いんで、もっと、こう引っ張り切らないと、インコースどんどん攻められて、抑えられちゃうよっていうところをね、プロ野球ニュースで言いましたけども、ちょっとね、引っ張った打球も必要かなというところはね、1年間通してっていうところはね、こっからの成長、頑張ってもらいたいですね。で、結果ね、4対2で DeNA の勝利っていうところになりましたね。そして、続いての試合、DeNA 対中日ね、23日、5対0でね、DeNA の勝利っていうところでね、まあ中日はね、この高松、岡林、ね、根尾っていうところがね、前日から一気にね、ノーヒットになって打てなくなるっていうところでね、まあきっちりね、こう左ピッチャーでしたけども、このね、高松も岡林もきっちりね、インコースを攻められるっていうね、
こういったところがね、やっぱこう成長していかなきゃいけないところよ。2打席目もね、東にインコースでファーストゴロ。ね。で、岡林もね、インコース攻められてアウトコースをピッチャーゴロ。ね。で、打って変わってね、6回インコースね、意識したなっていうところで、アウトコース3連発でね、引っ掛けさせられる。ね。で、岡林もね、初球カーブ見せられて、インコースね、ストレートで詰まらされるっていうね。もうこれはもう大体ね、そうなってくるのよ。もう、アウトコースばっかり打ってると、インコースばっかり攻められちゃうっていうね。だからここら辺はね、こっからどう成長していくかっていうところが、この、高松にしても、岡林にしても、まあ勝負だね。で、ネオにしても、結局、ね、1打席目インコースね、ライトフライ。5打席目もインコースストレート、ショートフライ。3打席目、そのインコースを見せられてるから、変化球ばっかりいかれて、最後ね、空振り三振っていうね、もういいように、こう、抑えられてるね。だからそのね、前日プロ野球ニュースのところ言いましたけども、インコースね、絶対攻められるっていうところで、次の日ね、きっちりこのね、高松、岡林、ネオ、インコースガンガン攻められて、で、意識させて外変化球でやられるっていうところで、これをね、クリアしていかないと、やっぱレギュラーになれないね。もちろん、1試合ね、3本打った素晴らしい、1試合の活躍っていうところでは素晴らしいけども、やっぱ1軍でね、頑張っていくってなってくると、やっぱりそれはね、そういったところのね、明らかな自分のね、ウィークポイントっていうのは、しっかりね、防いでそこを打っていかなきゃいけないし、まあ、今後のね、来季に向けて課題だね。まあ、ここはね、辰巳さん監督になるというところで、まあ、自分のね、良さっていうところ、コツコツ当てるだけじゃなくてね、しっかり振り切っていくっていうところもね、身につけていけば、さらに怖いもんなしっていうね、レギュラーになってくるんで、しっかり頑張ってもらいたいなと思います。DeNA はね、もう、先発、東、ね、ストレートもいい、変化球もいい、スライダー良かったね、腕振り、体重も乗ってて、フォームのバランス、素晴らしかった。で、ここ最近もね、しっかりしたピッチングしてたけども、援護なくね、勝てなかった試合もある中で、8回90球、1安打6三振、1球無失点、勝利ガッツ来季に向けてね、非常に楽しみな戦力がね、出てきましたね。ここは、期待していきたいですね。で、DeNA はね、3回、牧のね、タイムリー。で、5回裏ね、楠本、タイムリー。これ牧がね、ヒットを打ってっていうところで、ね、で、7回もね、牧。だから牧がね、もう大活躍よ。成績も一気に上げて、4打数4安打2打点、3割8厘。ね、楠本の3打数2安打3打点っていうところもね、いいね。牧、新人をどうなるのか、楽しみですね。で、日曜日はね、試合なかったっていうところで、1勝1敗、あ、2勝0敗の DeNA 勝ち越しでした。続いて、広島対阪神。ね、23日。1対1の引き分けっていうところでね。まあ、秋山、森下というところがね、非常に両先発頑張ったかなと。で、まあ、両チームね、連打がなく、そんなチャンスなかったね。まあ、そんなんがね、3回裏、広島はね、ワンアウトから、うぐさレフトツーベース。で、小園ね、三振して、西川がね、先制タイムリー。ここでね、1点取っていく。で、阪神はね、7回表、ツーアウトから、ロハスフォアボール、佐藤レフト前ヒットでね、坂本、ね、センタータイムリーヒットで1点。まあ、このまま1対0で負けるかっていうところでね、この坂本のヒットっていうのは非常に頑張っていく。あとはね、もうほぼ連打もなく、まあ、唯一あったのが、広島のね、初回、2アウト1塁で坂倉っていうところでね、まあ、センターフライでしたけども、ちょっと連打もなくね、まあ、両投手ね、頑張ったかなと、まあ、森下もね、今年、防御率ね、2.98、8勝7敗。まあね、2点台っていうところで非常に素晴らしい活躍でね。まああと、援護がなくね、ちょっと受賞できなかったところは残念でしたけども、来季に向けてね、また頑張ってもらいたい。で、秋山はね、2.71 防御率、10勝7敗。非常に素晴らしい。グッピッチ。ね、勝ち星のもね、ちょっと負けがね、もうあと2個ぐらい減らしたいかなっていうね、ところはあるけども、非常にね、1年間頑張ってきたんじゃないですかね。まあピッチャーたちもね、どんどん最終戦になっていくっていうところでね、来季に向けて非常に頑張ってもらいたい。結果ね、1対1の引き分けっていうところになりましたね。で、24日、2対7で、阪神の勝ちっていうところでね、先発伊藤ね、5回3分の2、99、4安打3三振、29、1失点と、10勝新人、今年の新人、一番乗り10勝グッツね、早川よりも、日本ハムの伊藤よりも、ね、早いっていうところで、非常にね、まあ途中で、ね、ちょっと夏バテだかなっていうところもありましたけども、非常にね、丁寧にアウトコース、インコースね、投げ分けてるなっていうね、今年の1年のピッチングのね、印象ありましたけども、そのね、豪快っていうところでもなんか丁寧っていうね、で、緩急つけてね、非常に繊細なピッチング、10勝、本当に素晴らしい活躍だったと思います。でね、攻撃陣でもね、2回の表に、ワンアウトから木浪、レフト前、ロハス、センター前、佐藤、ライトスタンドへ、スリーラン、ガーッ、なんと、2ヶ月ぶり24号、ね、2
2ヶ月ぶりです。よくね、頑張りました。でもこっからね、まあ、まだリーグ優勝ね、するかもしれない。クライマックスシリーズは必ずあるっていうところで、この1本がね、次に繋がっていくんで、非常にね、最終戦までに、ホームランを打たないで終わるよりは、このホームランっていうのは、このね、ポストシーズン、非常にね、有効になってくる。阪神としては心強いホームランだったんじゃないでしょうかね。で、2回裏もね、俺も負けられないっていうところでね、坂倉がホームラン、ね。まあ、ここからね、どうなるのかっていうところでしたけども、まあ、7回にね、糸原、犠牲フライ。で、8回に、坂本、ライトへね、タイムリースリーベース、グーッと。あれ、俺、打った瞬間、俺、あ、犠牲フライやな、と思ったら、結構伸びたね。非常に腰の入った、バッティング、見返したな。もう一回巻き戻して、見返したのよ。そしたら、腰入ってたんでね、非常に素晴らしかったかなと。これ、ここでね、もう勝負あったかなと。まあ、その後ね、ワンアウト三塁になって、まあ、島田がね、見事スクイーズを決めるっていうところで、まあ、作戦面もハマったかなと。まあ、ここ最近ね、もうなんかレギュラー坂本ってなってるね。ところで、ここポストシーズン、どうなっていくのか。梅野の FA、どうなっていくのか。非常に楽しみかなっていうところはありますね。まあ、広島ね、クリもね、タイトルに向けてっていうところでね、一人旅行きたかったところでね、まあ、つまずいて、まあ、3.88、12勝9敗。まあ、こちらもね、本当に素晴らしい、活躍だったと思います。まあ、大瀬良、森下がね、ちょっとね、成績が伸びてこないっていうところでね、この栗の、頑張りっていうのは非常に1年間ね、ローテーションを保っていけたというのは非常に素晴らしい、ピッチングだったと思いますし、そういったところはね、来季に向けても繋げていってもらいたいなと思います。12勝ね、青柳が13勝してるんで、今日勝ってね、13勝に乗せたかったっていうね、ところはありましたけども、ちょっとね、1勝足らず、最多勝がね、なかなか難しかったですね。でも1年間、非常に頑張ったと思います。続いて、巨人対ヤクルト、23、24日の2連戦っていうところになりましたけども、23日、11対1で、巨人っていうところでね、ヤクルトはね、3安打っていうところで、まあ、正直ちょっと解説のしようがないですね。石川がね、3分の1、34球、4安打、1フォアボール、1デッドボールで4失点とね、初回、まあ最短でね、崩れたっていうところで、まあなかなかね、難しかったかなと。まあそこからはね、もうポンポンポンと行かれて、まあ巨人ね、菅野に5回72球2安打6三振1四球1失点。で、その後ね、高橋優希、デラロサ、中川、鍵谷とね、リリーフもしっかり抑えて、まあヤクルトはね、3安打に抑えられて、まあ4回の表の、サンタナのタイムリーツーベースの1点のみっていうところで、ちょっとね、解説の仕様が、ない試合だったかなと。まあ、丸がね、1回6回にホームランを打って、まあ、巨人ね、皆さん大活躍です。ね。で、続いて、24日、6対4でヤクルトの勝ちっていうところで、まあ、ここでね、1勝1敗の5分になるんだけども、巨人はね、この試合で、確か、全試合、終了。まあね、クライマックスあるんで、ここからね、どういう戦いになってくるのかっていうところですけども、まあ、この日ね、ヤクルトの先発、原樹里、5回3分の1、89球、5安打3三振、3四球、3失点と、非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと。こう、昨日はね、シュートを生きたね。それまでは、シュートピッチングだけど、シュートはね、スパイスにして、結構アウトコースのね、右バッターのストレートスライダーっていうところが、軸で多いかなっていうところでしたけども、今日は、シュート、非常に、素晴らしかったかなと。でね、一番、面白かったのが、初回ね、ワンアウト一塁で、岡本をね、空振り、三振に取るんだけども、このシュートでね。で、その次の打席に、また、ツーアウト、二塁で、今度、チェンジアップスライダーで、ストレートをアウトコース、で、チェンジアップと、インカイもインコース攻めてない中で、スリーボールツーストライクから、インコース行って、なんと、インスラ、グーッツ中村、ナイスリードね、原、ナイスピッチング。それをね、リードもいいけど、投げ切れなきゃいけないんだよね。それを投げ切った原も素晴らしいし、その要求した中村もアイディア。グッツ素晴らしい。ね。一打席目ね、シュートで三振してるっていうところでね、もう、多分岡本はね、投げた瞬間ボールだなと思って、若干腰痛もんね。で、そこをね、曲がってくるっていうところでね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。まだこれがね、だから原もね、先発でもいけるし、ひょっとしたらね、短期決戦、リリーフに入ってくる可能性もね、あるっていうところでは、なんか、投手陣ね、さらにこのシーズン終盤になって、厚みをね、増したかなと。でね、もうこのね、攻撃はね、1イニングずつしかほぼどっちも攻撃しないんだけど、ヤクルトがね、4回、塩見がね、サード内野安打、で、青木フォアボール、で、山田デッドボール、で、村上がね、ライトにタイムリー、で、サンタナタイムリー続いて、ノーアウト1、2塁から中村送りバント。で、オスナがね、サードゴロ、アウトになって、ホームね、村上がアウトになって、で、西浦敬遠。で、この原のね、レフト、3塁線。
あの、アウトコースライダー、ガーンって引っ張り込んで、ほら、グッツ。三塁線抜ける、ナイスバッティング。この6点でね、まあ勝負ありっていうね、ところになったけども、だって6安打しかね、ヤクルト6安打しか打ってないけど、このイニングに、1、2、3、半分打ってるからね、ヒットね。でもね、戸郷も、4回75球、4安打2三振、2四球、1デッドボール、6失点と、まあ4回ね、これ6失点するんだけども、いいとこ投げてたよ。腹の打たれたのもアウトコースね、ひょっとしたらボールになるかもっていうスライダー、だったし、サンタナにね、打たれたのも低めっていうところで、非常にいい球投げてたんだけど、やっぱりこのね、青木、フォアボール、山田のデッドボール、やっぱここが痛かったね。まあ、ここがこの6失点につながった。まあ、これはね、クライマックスに向けてしっかりね、調整していく必要はあるけども、原樹里がね、投稿に渡って、グッド。ナイス。活躍でしたね。で、4回表ね、ここで6対0でね、まあ、そのままね、まあ、0点では終わると思ったけど、すんなり終わるかなっていうところで、6回表ね、丸がツーベース打って、で、岡本アウト。で、若林のね、内野安打。ここで村上が悪送球でタイムリーエラー。ね。で、大城ヒット。で、立岡、空振りして、ツーアウト一三塁から広岡のスリーラン。グッツ。ナイスバッティング。ね。ヤクルトから巨人に移籍して、この一発っていうのはね、非常に感慨深いホームランになったんじゃないでしょうかね。まあ、ここでね、まあ、ここの4点までっていうところでね、まあ、あとは、しっかりね、リリーフ陣が、スワレス、清水、マクガフとね、もう安定のリリーフ陣がしっかり抑えるっていうところで、ヤクルトのね、逃げ切り勝利。これでヤクルトのマジックがね、になったっていうところでね。まあ、阪神もね、負けないんで、こっからどうなるのか。で、大竹のね、まあ、引退試合もあってね、シュート、シュート、シュートでね。で、まあ、サンタナも打ってね、まあ、そこで良かったんじゃないですかね。まあ、ここからね、引退試合、引退する選手たちもね、多く出てくる中で、まあ、しっかりね、ヤクルトが勝ち越したっていうと、勝ち越したっていうか、勝ち切ったっていうところで、こう負けてたらね、ちょっと、やばかった、状況になってたんでね。この日曜日、ヤクルトがしっかり勝てたっていうのは優勝に向けてね、非常に大きな勝ちになったんじゃないでしょうかね。まあ、結果ね、1勝1敗の5分でした。さあ、続いてパリーグ。はい。楽天対ソフトバンク。23日の試合、8対1で楽天。そして24日、6対2でソフトバンク。1勝1敗の5分っていう形になりましたけども、23日の、楽天対ソフトバンクね、8対1で楽天の勝利になりましたけども、まあ、楽天ね、先発竹中、6回98球、5安打6三振、1球1失点と、非常にグッピッチ。ストレートも良かったけども、変化球、この試合非常に、良かったんじゃないのかなっていうところでね、まあ、ストレートがね、両コースにしっかり投げれてるっていうとこ、中でね、この変化球が生きたっていうね、ところもありますけども、しっかりね、この試合を作れた。まあ、ずっとね、試合は作れてるんで、非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと。で、一番印象的だったのが、6回、ワンアウト、一塁からか。ワンアウト一塁から、ね、盗塁でね、隅田の悪送球で三塁に行くんだけども、デスパイネルね、投球。最後、インコースに、ストレートツバ。クッチ。ナイスピッチ。で、その後、その前の、柳田に対しては、チェンジアップ低めに見逃したんし。こういったところで、しっかりね、この、勝負どころの一球っていうところで、そのミスコントロールすることなく、しっかり投げ切ってるっていうのは、非常に、素晴らしいピッチングだったかなと。で、ソフトバンクはね、東山、2回3分の1、62球、2球、4安打、1三振、2四球、4失点という形でね、ちょっとコントロールがね、甘かったかなと。で、あとね、一番のね、キーポイントの活躍は、この2回裏の鈴木大地、10球粘ってのフォアボール。グッ。ここでしっかりフォアボール選んだことによって、まあ、銀次もね、連続フォアボール。で、渡辺がセンター前ヒット打って、横アウト。で、2アウト、満塁から、サードゴロ、リチャード、こいつ、バッと。で、その後山崎が、タイムリーヒットで2点入ってね、リチャード。しかしよ、この3回裏、浅村の三塁線抜ける打球をリチャード、ダイビングキャッチ。グッと。練習だね。ね。やっぱいいプレーもある。いいバッティングもある。だからまだ荒さもある。でも、こっから伸びていくための練習だね。そういった意味ではね、まあ今年ソフトバンク B クラスになってね、まあ来年監督変わるっていうところでね、しっかりね、まあリチャードもね、こっから成長して、練習してね、素晴らしいサードにね、なってもらいたいなと。思います。まあ、ここからね、楽天をね、3回裏、鈴木のタイムリー。で、4回裏、浅村のね、タイムリー。で、3回裏に浅村がね、レフトへ、スリーラン。っていうところで、まあ、8対1でね、完勝っていうところになりましたけども、まあ、ソフトバンクもね、若い選手が出てる中で、まあね、柳町がね、4打数1安打、レフト前打ったり、リチャードね、4打数1安打、まあ、守備でもエラーあったけども、しっかりね、その後、次のイニングでね、ナイスプレーあるっていうね、ところの必死さはね、非常に伝わってくるものあるんで、まあ、いいこと悪いともね、出るかもわかんないですけども、そうやってね、
乗り越えて、頑張ってね、行ってもらいたい。で、24日の試合ね、6対2で、ソフトバンクっていうところでね、で、この日ね、先ほど言ったリチャードもね、4打数1安打1打点と、まあ、前日ね、ミスをバッティングで取り返すっていうところもあるし、釜本がね、4打数2安打3安打1ホームランっていうね、レフトへのホームラン、非常に素晴らしかったかなと。ね。で、三森も5打数2安打、1打点1盗塁ってね。まあ、今年ね、非常に頑張った。まあ、でも打率が2割を8厘と若干低めなんでね。またこっから必死に、頑張ってね、来季に向けて行ってもらいたいっていうね。ところで、まあ、岸がね、まあ、ちょっと打ち込まれちゃって、まあ、これもね、クライマックスシリーズ向けて、しっかりね、修正していってもらいたい。ね。で、勝谷がね、6回99球、5安打5三振、2四球2失点と、まあ、来季に向けてね、やっぱ左の先発、和田っていうところしかいないんでね、まあ、若手の伸びしろではね、この勝谷がね、しっかり1年間ね、ローテーションを守れるかどうかっていうところもね、勝負になってくるんで、非常にね、そういったところをどこまで頑張れるかっていうところでね、成長していってもらいたいと、思います。まあ、楽天はね、負けは、しましたけども、浅村がね、非常に状態が上がってきているっていうところは、クライマックスシリーズに向けて、非常に好材料。ね。で、6回裏ね、2アウト、1、2から、代打辰巳がね、レフトへのタイムリー、しっかり腰回してね、シュッてね、詰まりながらも、しっかり振ったところがね、いい。ああいうバッティングをね、続けていくと、開幕、ね、最初のように非常にいいバッティングできると思うんでね。こういったところをね、クライマックスに向けて、ね、明るい材料もあるんで、まあ、ここからしっかり調整してね、どうなるのか、ね、2位なのか、3位なのか、1位なのか、まあ、1位はないけどもね、どのチームになってどういう戦いになるのかね、非常に楽しみにしたいと思います。結果、1勝1敗の5分でした。さあ、続いて、ロッテ対日本ハム。23日4対3でロッテ。24日3対2でロッテ。ロッテの2連勝。もうね、危ない。まあ、危ない。本当に。ロッテはね、23日、4対3でロッテ。ね、3回裏に中村翔吾のね、タイムリー。で、マーティンのね、タイムリー。というところで、3点先制。だから、まあ、日本ハムからすると、カーのね、このね、ワンアウト2塁から加藤にフォアボール出した時点でね、ここもう、怪しいよ。ここでしっかりアウト取ったら、この回も失点で収めてるのに、そういうね、1割、乱れバッターを、しっかり打ち取っていかないとっていうところはあるよね。このフォアボール。逆にね、加藤はね、しっかりフォアボール選んで出塁したことがね、点につながってるんで非常に素晴らしかったかなと。で、6回表ね、ワンアウトから杉谷ライト前、西川ライト前。で、近藤の時に加藤パスボール、バーッと。で、セカンドゴロの間に2、3塁になって1点入って、高浜のタイムリーで2点。ね。で、8回表、レアドラッキュ、バーッと。ミスで、もうミスで点やってるからね、そういったところよ。ね。まあ、次の日ね、フライの練習レアードしてたんで、まあ、真面目だね。っていうところもあるけども。で、ミスで、ね、もらった点をミスで返すっていう日本ハムよ。9回ね、同点の場面で、守護神杉浦出てきて、先頭の岡フォアボールね。まずこれがフォアボール、バーッと。だから今日はもうフォアボールから失点繋がってんのよ。日本ハムのピッチャーにはね。で、藤岡の時にバンド、ヤチがね、出てきてセカンドフィルダッシュをスパッと。もうタイミングセーフだったよ。ちゃんとも投げれてないしね。まあ、でも練習か。ね、練習と思えばいいかな。ロッティにとってら、すごい、明るい材料。で、加藤がね、ノーアウト1、2からバンドしたら、ファースト高浜から、プリーンってやって、もう笑うしかなかったよ、ほんと。負けたいんかっていうような、ちょっと厳しい意見だけどね、プレーでした。で、荻野がね、最後、スリーボールになってから、もうきっちりど真ん中のね、ライト前、サヨナラタイムリーっていうところで、まあ、ミスで上げた点をミスで返してもらうっていう、ミス合戦っていうね、ところで。まあ、ここは、こういうところはね、日本は本当にね、大味な試合になってくるとね、勢い出して勝っていくけど、こういう細かいところがね、1年間通して非常にできてないなっていうところもあったんで、まあ、監督はね、変わる中で、そういう細かい野球っていうのをどこまで仕切れるかがね、来季に向けての、課題かなと。で、24日、日曜日、ね、石川先発、ロッテね、8回105球、4安打6三振、無四球無失点、グッ、非常に素晴らしいピッチング。ここに来てね、本当に状態上がってきてね、故障して、クリーニング手術してね、この復活っていうのは、非常にロッテにとったら大きい存在になったかなと。で、日本もね、先発立ての、6回101球、5安打6三振、2四球2失点とね、非常に粘り強いピッチングでね、本当に安定したね、投球、終盤ね、できてるのかなと。これもね、来季に向けて非常に期待したいところでありますよね。で、5回表ね、ロッテ、ワンアウトから、藤岡フォアボール。これまたフォアボールなんだよ。日本ハムさ、フォアボール。ね。で、その後、田村がね、レフトへタイムリーツーベースでね、先制、田村。ガーッね。今出番ないけど、勝負どころよ。ね。さあ、で、6回裏ね、ここも、ワンアウトから、ね、レアード振り逃げ、バーッ普通のプレイ。ボール見てたら取れるよ。ノーパンだから、ね、見て、ボール見てないのかっていうね。
で、山口ヒット。で、エチェバリアセンター前で、ツーアウト一、二から岡がね、センター前タイムリー。着実にね、空いてるミスを得点につなげていくと。で、8回裏、ドーンとね、レアードが片口から入ってくる変化球をね、振り上げるっていうね、まあ、寿司握って。で、まあ、これでね、勝ったかなっていうところで、9回裏、あ、9回表ね、マッソン。ボンボンボンって打たれてね、2点取れる。危ないよ。でもね、1引き分けまでだったら、ロッテはね、勝ちと一緒なのよ。2引き分けすると、ちょっとね、負けと一緒になっちゃうんだけども、1引き分けまでは勝ちと一緒だから、まあ、こういったところはね、よくよく考えて、まあ、多分理解してると思うけどもね、戦ってもらいたいなと。逆に日本ハムはね、全体的に、もうフォアボールからの失点、あともうなんてことないミス、パスボールっていうところがね、非常に、もったいない試合になってるんで、まあ、しっかりね、練習して、来季に向けてね、頑張っていってもらいたいなと思います。あと、ロッテとしてはね、まあ、この2試合ね、しっかり勝てたっていうのは非常に大きかったと思います。でね、日曜日は石川、そしてね、土曜日はね、佐々木朗希、6回92球安打11三振、ね、1球2失点とね、非常に素晴らしいピッチングで、まあ、先発がね、安定してきて、相手のミスをついてね、勝っていく。これがね、ロッテの非常にね、いい野球っていうかね、特徴的っていうね、ところもあるんで、非常にね、いい形。だからまあもうね、ロッテはもう内容どうのこうじゃないんだよ。もうね、クソみたいな内容でも勝ちゃいいんだよ。そういったところでね、残り4試合、マジック3、今日の試合がね、勝負だね。だからパリーグはね、今日の試合、ソフトバンク対ロッテ、ね、三馬対千賀の投げ合い、で、オリックス対楽天、山本のマークの投げ合い、この、もうオリックスは負けられない。もう負けたら終わり。もうオリックスが今日負けたら、ロッテが 90% 優勝確率。オリックスが勝って、ロッテが勝っても、まだあと1回負けれるからね。3試合でね。そういったところでは非常に大きいのかなっていうところもありますしね。まあ、今日の一戦が本当に大事だね。まあ、お互いね。もしね、今日ロッテが負けて、オリックスが勝った場合、もうあと3試合ね、ロッテは1回も負けられないんで、そういったところではね、勝負の4連戦になってくると思います。今日の試合ね、今年最後の大一番ね、どうなっていくのか。セリーグはヤクルトがマジック2を減らせるのか、阪神が逆転するのか、こんなね、シーズン面白い戦いね、なかなか見られない。あとね、今週ベスト9発表ありません。なぜかというと、試合がないチームが多すぎて、ちょっと不平等感起きるのと、この佐々木チャンネルの年間を通したベスト9の中で、佐々木チャンネルのベスト9、選ばれた中でベスト9を、作るっていう企画がありましてですね。そこに、やっぱり試合がないと、なさすぎると、ちょっと不公平感起きて、ちょっとその順位付けっていうバランスが変わったらあれなんで、まあ今年ね、今週本当に頑張った選手いっぱいいるんで、出してもよかったんですけども、まあその企画があるっていうところで、今回はベスト9お休みとさせていただきます。ということで、月曜日のショーテックね、ここで終わりとなりましたけども、今週、ね、優勝が絶対決まります。ということで、セバの優勝チームはどこだ？ね、今一歩リードしてるのはロッテとヤクルト。最後までゴールテープを切れるのか、皆さん楽しんでいきましょう。今週、優勝はどこだ？プロ野球、要チェック。